海魚おばあちゃん、時々はしゃご。エアコンどう？あ？エアコン。エアコン。使ってる？使ってるよ。大体ちょうどいい塩梅なんだ。お到着です。シュペコが脇毛が脇毛がどうもお菓子とお団子、あとこれだいぶ遅くなっちゃったんだけど、だいぶ遅くなっちゃったんだけど、カイトの就職祝いのお菓子も、そうか、いいのね。ああ、それはどうも、すまんね。大変な、こんなにいろいろ。で、これが仏さんがあげて、これは何だ？これ団子。団子。で、まあ、いつも仏さんがあげといて。カイトが仕事でカノンがちょっと用事があって来れない。ああ、そうか。うん、こいつ取るんであげておいてもらう。で、お前に仕事で。これはこれあげるんだ。あげるやつ。あげるやつ。あげるやつ。俺の時だけ撮るよ。最高。最高だよね。マシャも食べてるわ。切りながら食べてるわ。あれか。初めて？え？トウモロコシ。友達が美味しいからやってごらんって言うから。スプーンで作って。なんかこうやって混ぜちゃいけない。そう。少しちょっと。あやちゃんしたの？まだじゃない。料理の先生、あれかな。うん。薄いかな、これ。ちょっとびしゃびしゃかもね。うん。カツコが来なかったな。カツコ。ばあちゃん、霞ヶ浦高校ね。まだわかんない。ケガがない。うん。なささがないよ。もう、私の感想。え、なに？あ、お願いします。甘い。甘い。
イチジク好きになってきたの？イチジク。イチジクが好き？手で入ったら結構な取ってきてあるんだけど、結構甘い。ママ。あつしはやってると見てる。撮ってるのこれ。撮ってるよ。ん？これでお願いします。高木くんのは全部乗せていいかな。ダメだよ。ただ撮ってるだけでさ、高木くんに氷入れたもんな。昭和の女になんないとダメよ。松本さんまでいいっす。もう令和だから。そういうこと言ってると叩かれるよ。そう。もう令和に叩かれるから叩かれるらしい。そうだわ。今男も女もないなって言われちゃうから。ずっと叩かれる。なんだ今日また彼女連れてくんのかなと思って期待してたんだけど。いや見せる早く。あでも日本人でね。なんじゃない写真勇者ある理由みたいな子供間違ってるかと思って伊集院とかいや、そういう単位のその本当に、うん、血縁でなんかそういうルカ、いいのか天の毛え、天の毛いや、冗談ですけどあ、そっちにも絶対結婚しろ、そいつとだからって言って仕事11時までって言われたから11時から帰ったら、うん、オードブル作るのやるんだ、うん、うちいたい、うんありがとう、いらっしゃい。ユージ君来たよ。ほら、ユージ君だ。ユージ君だよ。ユージ君来たよ。結構これ置いてる。お、来た、ユージ君。まあ、最近熱中症大かけたって聞いたよ。大丈夫？大丈夫。これ、アクエリアスの甘くないやつだから、飲んでみんなで。ユージ君からね。そうだよ、あんま甘くないやつだから。さすが。俺がそれ炭酸水で詰めてあげたんだよ。食べるけど俺が詰めてあげたんだよ。これはそれは炭酸水だけなんだよ。これ誰ですか。あやとのカッパちゃん。ほらこれ。これお兄ちゃんやってない。これじゃない。あそうなんだ。取っちゃった。これはこれうねじゃない。もうできんのか。引かない。今だった。全然引かない。天ぷら。ナスだと思った。知らない。甘い。うん。甘い。うん。甘い。あんまりお肉まで。楽しいものなんか。料理は食べた。危ない。顔に落ちるよ。料理。高井くん。こちゃんた。こちゃんた。高井くん、君も飲んでるから。あとは面白いこと言わないけど、あんまり。酔ってるの。あ、こうやって。これ酔いでみ？どういうことか分かりました。うん。じゃハムはいいんだ上。いやいや。分かってますから。ベータ数やってて、ベータそれだから今ベータだけど、ベータ数をこうやって、でやっ、まずはさ、これ自分がやったら絶対食わないくせ。いやいや。これでください。おさん。なんだかな。レタスあんまりこれいいマーガリンだけどな、マーガリンがいいんだけど、マーガリンはでもまあいいよ。じゃあで、そうそれでハム乗せんだ。はい、ハム乗せました。そんでチーズ、そんでチーズ、それでチーズとろけるくらいも焼いてみ。これマツオさん言っときますけど、カツオちゃんが使ってたチーズよりいいチーズですよ。あの焦げ目がつくみたいな。これでわかりました。トースターかなんかに乗せてみ。レタスは縮んでも別に関係ないから。松田さんがいっぱい変わっちゃったから。何年料理やってたもんだ俺。はいはいはい、はい、焼けた。今何分ですか。チーズがとろければいいんだよ。焦げ目がついてたじゃないですか。まあそこは結構焦げますかチーズの。そんでタバスコちょこっとかけて。タバスコ用意してありますから。用意してありますから。あっちゃん、えメカニックでも料理は得意なんだよ。まずはそうなんだよ。散々あのベチョベチョって触ったんですから、ちゃんと立って責任持って最高だからそれ本当はな。散々ベチョベチョ。ミートソースとかトマト あのソースがあると最高だと思う。トマトソースとかミートソースがあれば最高なんだけど。そうです。ケチャップでいいじゃん。いや、ケチャップ違うもん。やねんるせべよ。いいかも。匂いがいい匂い。
ずっとだよ。マズロさんこれ、ごめん、誰が作ったのか。なんかマズロさんがなんか。これすんげえマズロじゃん。なんか食べたら、お前。本当は。お前食べよ。ダメか。あれ？最高だと思って。アシが作ったのって。マジかよ。マジだよ。いただきます。はい。ママ。アシに俺言うよ。ママ、ママどこ行ったママ。ママ遊びに行く。マズロさんの手がいっぱいこう。マズロさんの手がいっぱいこう触ってる。ありがとう。うまっ。うまいだろ。ママ呼んでて。うまいって言ったじゃん。500円くるか。呼んで。じゃあ、俺の中でうまいって言うの。ゆうじは5000。ガスギス。ゆうじ、マザーさんそこで頼む。結構ファンがいいか。いや、いるよ。俺のファンいないの。いるよ。いるでしょ。3人ぐらい。3人これにあれ、タバスコちょっとやってみる。大丈夫ばあちゃん。ん？熱くない？熱かったよ。まあそこに住んでる人が、あのばあちゃんの大ファンなんだけど、お祭りの時もうち来たんだって。どうしたん？そう。でばあちゃんいて声かけようかなと思ったんだけど、緊張して喋りかけられなかったって。あ、そうなんだ。ばあちゃん有名人なんだよね。毎日見てるっつってた。誰それ？わたとゆいの同級生のお父さん。お父さんか。うん、また連絡でそこ来た時が。そう、ばあちゃん見て声かけようかなと思ってたんだけど、喋りかけられなかった。緊張して。死ぬからな、私ら手に手が分かんない。ああ危ないよ。おい、こっちだ、こらいねえ、いいか、あかん、氷がいいの？笑ってるわ。あかん、皆さんは気をつけてさっぱりして。いや、髪の毛ってきっと少しでも軽いのな。うん、まあ、短くしてもらって。俺なんか髪の毛ねえからさっぱりしてるんだよ。短くしたのよ。じゃ短く切ったんじゃないんだよ。生えてこないの。入ってこない。入ってきたのか。入ってねえ。気にしてないけどね。ゆうちゃん、これチャンスだよ。あ、仕事も何だ。あの、見えないところで。ちょっとやってるように見える。なんかすごいな、なんだろう。塩シェイコバーターのキラキラシェイコ。うん、それかわいいの。かわいい。わあ、こんばんは。ばあちゃんも綺麗。おれりりりあらら。ばあちゃんも綺麗。